昔昔、あるところに赤ずきんという名の少女がおりました。赤ずきんは世界を知るために冒険の旅へ出かけるのです。私、赤ずきんっていうの。あなたは？シンデレラ。すごい、お姫様みたい。あんな素敵な王子様と結婚できるならそれ以上何も望まないわ。踊っていただけますか？ふっふー。ん？ガラスの靴？あ、私は勘がいいの。元から死んでたってことに。私は殺してなどおりません。王子様が人殺しなんてするわけがないわ。私の推理通りだわ。どういうことですか、赤ずきん先生。赤ずきんと呼ばれております。ただの旅のものでございます。